ボリュームたっぷり具材のデパート、まるで麺の滝登り、逆エンジェルフォール。山形ラーメン実況。さあ始まりました、山形ラーメン実況第2弾。今日の舞台は山形市の栄屋分店、50年以上の歴史がある老舗です。冷やしラーメンが有名なお店ですけれども、注文は冷やしワンタン麺です。冷やしワンタン麺ね、はい、はい、どうも。冷やしワンタン麺です。お店の看板メニューを選びました。冷やしラーメンは山形の夏の風物詩。あ、今おしながき裏を見ましたが、裏は白紙です。こちらがその冷やしワンタン麺、美味しそうですね。後ろに見えるスープには氷が乗っているのがわかります。キンキンに冷えたスープに、あー、このワンタンが美味しそう。油も浮いています。今か今かと到着を待ちますが、来ました、運ばれてきました。あ、今美味しそうって言いましたかね。初手はおしぼり、まずは縦に裂いて紙のおしぼりを手元に用意しました。ラーメンを見ています。手を合わせた、いよいよか。割り箸を取った、マスクを外す、隣に置いた、座り直して、手慣れた手つきで割り箸を割りました。左にレンゲ、右に箸、どちらから行くか。まずはスープから行きます。少し嗅いで、一口つけて、もう一口で飲みました。スープは冷たいはずですから、夫婦はいりませんけれども、三口行きました。手元の資料によりますと、スープはカツオだしということです。さあ、そして今麺に行く、麺に行く、二回伸ばしてスーッと豪快に行きました。いや、美味しそう。表情はあまり変わりませんが、噛み締めるように。そしてもう一度スープ、麺スープ交互に行って、今度はワンタン、レンゲの上に乗せて整えてから、ずるっとスープと共に行きました。少し今右の眉が上がったか、美味しかったんでしょうか。続いては麺とネギとメンマも一緒にた、すすり上げていく、滝登りのように、逆エンジェルフォール行きました。口の中に吸い込まれていく。美味しそうにもぐもぐと口を動かします。右手は今チャーシューを持つでしょうか。またスープ、スープの方に行きました。麺スープ、そしてワンタンスープと行きました。もう一度、これはワンタン一度落としましたが、結構これツルツルしてるんですかね。2回目のワンタン、そして今度は麺とわかめ、そしてメンマを合わせて食べていきます。ずるずると小気味のいい音が響いている。手元の資料によりますと、麺は中太ストレート、麺の量は 160g だということです。山形市の製麺所から取り寄せていると、そういう情報も入っていますが。そしてまたスープです。麺、スープ、ワンタン、スープ、麺、スープと非常にバランスよく食べていく。そしてまたワンタンを、これ2枚持ったでしょうか。2枚レンゲに入れて1枚戻しました。1枚戻しました。1枚の状態で、そしてスープも追いスープ、そしてレンゲを置いて、あ、どうしましたかね。あれ、これジャケット脱いでますか。ジャケット脱いでますね。冷やしワンタン麺ですから、熱くはないはずなんですけれども、食べていると体の内側は熱くなってくるのか。さあ、ジャケットを脱いでラウンド2。今度はこれ、麺とワンタン両方一気に行きました。合わせ技、すごい食べ方。これは、あ、そして、え、これ、麺とワカメとチャーシューとメンマ、4種食いった。4種でいった。これはどういう戦略だ、解説の方、どういう食べ方なんだこれは。そして冷
左手にはまたスープ行きました。ここのルーティーンは崩さない。右手に行ったら次は左手、そして右手へと戻っていく。今度はワンタンか麺か、ワンタンかワンタンを箸で行きました。麺も一緒についてくる。中盤に差し掛かっています。私はもう今ラーメンを食べるその手より後ろの観葉植物の種類が気になり始めました。さあ残りはスープの面積が随分見える範囲広くなってきましたので、もうそろそろ終わりかけかなと思いますが、ワンタンをこれ丁寧に畳みまして、レンゲですくってスルッと一口いきました。手元の資料によりますとワンタンは9枚入っているということです。さあそして麺です。麺もこれは終盤か、かなりの量を取ってずるずると口の中へ誘っていく。美しいスープ澄んでいます。そこに今ネギを少し入れたでしょうか。右手はまだ中をかき回してわかめを見つけました。ややペースが落ちてきたか。もう終盤残りわずかです。冷やしワンタン麺も残すところわずか。スープを一口吸って、そして麺に行く。もう具材も残りはわかめが少々あるくらいでしょうか。そのわかめと一緒に麺を取った。麺を取ってまた一気にすすっていく。綺麗な食べ方。そしてまたスープ。最後までスープ麺スープ麺のこのローテーションは全く乱れません。もう少しまだ麺が残っているか。至福のひとときももう残りわずかです。この時期には冷やしラーメン、冷やしワンタン麺食べたくなります。暑い時でも食べられるこの山形の工夫、冷やし文化が美味しい冷やしワンタン麺を作っています。あー今カランカランとレンゲが丼を叩く高い音が聞こえてきました。もう残りほとんど麺はないでしょうか。あ今うーんと一口、ちらっとカメラを見た。カメラの上のティッシュを取りました。口を拭った。もう間もなく終了か。ここでごちそうさまとなるか。またレンゲを持った、また吸った。口を拭いた意味はあったのか。ここでレンゲを置いて、箸を置いて、水を取りました。ここで、冷やしワンタン麺完食ということになります。あれ？またレンゲを取った。またレンゲを取った。これが最後の一口か？二口、三口食べて。ここで、終わりですよね？口を拭いた。完食です。